この角を曲がって、あれ、お兄さん、こんなところで会うなんて奇遇だね。お買い物？私はね、雑貨屋さんに行こうと思ってたところなんだ。ここら辺に最近できたお店なんだけどね、素朴だけどおしゃれな雑貨や家具が売ってるんだって。でもちょっと迷っちゃったみたいで。え、お兄さんお店の場所知ってるの？それじゃあ案内してよ。それとそれと、お兄さんこの後時間ある？よかったら一緒に回らない？到着。いやー、お兄さんがいてくれて助かっちゃったよ。ありがとね。お兄さんはこういうお店とか興味ある？私はどっちかっていうと可愛いものが多いお店に行くんだけどね。お姉ちゃんってあんまり雑貨屋さんとか行かないんだよね。でもお姉ちゃんでもこういう雰囲気のお店なら好きだと思うからさ、一回見てみて良さそうなら紹介しようって思ってさ。うんうん、情報収集を怠らないのがノエルちゃんなのです。お、早速良さそうなもの発見。ほら、あそこにあるクッション、もちもちで気持ちよさそうだよ。早速試しに行こうよ。うわー、見た目通りもっちもちだね。こういうのを部屋に置いてたらずっと抱っこしてそう。どうしよう、買っちゃおうかな。あ、でもでも他にもいろいろ売ってるから決めるのはまた後にして、次のフロアに行ってみよう。おお、このベッドすっごい大きいね。二人用？寝心地はどうなんだろう。よっこいしょっと。うわー、体が沈んでいくよ。量のよりも疲れが取れそう。でもさすがにベッドは買えないよね。量のがあるし大きいし。こういうのは将来家族ができてから買うのがいいのかな。素敵な旦那さんができた時。変なこと言っちゃった。でもそれくらい大きいベッドだもんね。あ、お姉ちゃんと一緒にも寝られる。これ買いじゃない？どっちにしろ卒業してからだけど、例えば就職先が同じだったり。ちょっと無理あるかな。でもやってみたいなって感じで、将来の生活を想像しながらお店を回るのも楽しいよね。お兄さん、将来家に置きたいものとかあったら教えてね。あれだよ、ほら、男の人がどういうのが好きか参考にしたいし、本当に本当に深い意味とかはないからさ。